天正10年6月、織田信長は明智光秀の謀反に遭い、天下を目前にしながら本能寺に消えた。その光景は光秀を倒し主君の仇を報じた羽柴秀吉と織田家筆頭の重鎮柴田勝家との間で争われた。勝家と対決すべく賤ヶ岳に向かう秀吉の傍らには子飼いの師匠たちが秀吉の天下をなすべく功を競っていた。武略の加藤清正、知略の石田三成、そして勇猛果敢な福島正則である。さあ来た、これ俺の出番。鬼柴田の首は俺が取る。第1話、賤ヶ岳の戦い、赤字から湧いてきたぜ。お前たちはわしの子も同然じゃ。期待しとるぞ。三成、清正、正則、頑張ってね。へへへ、しゃあ、一番やりは俺がいただきだ。とりあえずちゃんと前見て戦っとけ。バカがただのやつ、それどうしかかなわん。しゃあ、この竹取りには俺がおろす。言われなくてもそのつもりだ。進め、こうに流行って失敗するな。うせえ、てめえはてめえの心配してろ。試します。開門。おじご、これでいいのかい。恩義あるおじきのため。仕方ない、仕方ねえんだ。そうかい。じゃあ俺はおじごに従って戦うのみさ。守りを固めろ。知恵は織田家を共に支えた兄弟みたいなもんじゃ。このまま道を違えるとしても、あいつは正面から本気でぶつからんとな。朝野さん、わしを太刀屋の元に連れてるから。甘え、ぶつからす。
見事。うわ、俺の活躍止まらねえ。天下御免の歌舞伎者、前田健二、バカリトール。誰でやろうと敵の邪魔はさせない。いい気合だ。もう終わりだ。脆い砦だった。おお、見事じゃ三成、任せた甲斐があったわ。頭でっかちのくせに。よそ見すんなバカ。こっちはこっちの仕事をする。開門、行くぞ。敵も引き気味だな。正則の腕っぷしは頼りになるぞ。おしえ、わしじゃ、開けてくれ。秀吉が、まさか総大将がこんなところにまで。開門。諦めん。行くぞ。かかれ。
敵にも里芋がいるようだ。頭で勝ち。おじいちゃん、戻せ。マサノリ、助けてやる。俺が行くと、そうだ。